おはようございます。今日はなんか久しぶりにちょっとゆるっとした感じの動画を撮っていこうかなと思っております。ということで現在時刻12時ですめちゃくちゃ寝た久しぶりに。本来ね、今日から東京行くつもりだったんですよ。なんかこれ前もあったな、この前もあったこの感じ。ちょっと今日本当はまあ東京でそれこそね YouTube を撮る予定のお仕事があったんですけど、まあ、台風が近づいてるということで今日そのお仕事やった後に明日、まあ、ディズニーに行って明後日帰ってくるっていう、まあどう考えても帰ってこれないってなりまして、ちょっと帰ってこれなかったらね今週はまずいこともいっぱいあったので急遽中止なので、今日は急遽3連休になった女の何もしない一日、イエーイをお届けします。今日もメイクもしたくないな。ただちょっとスーパーには行かないと、ほんまに何にもない冷蔵庫に。最近これ買ったトーンのブースターセラム美容液、もうほんまになんか昔に比べたら毛穴とかもめちゃくちゃマシになりました。ただ今時期的にあんまり完璧なお肌ではございません。ナンバーズインの化粧水、トリデンの美容液。なんかこの季節でもやっぱねクーラーのせいで割と乾燥してるっぽいので、まあとりあえず最近は保湿また重視で頑張ってスキンケアしてます。乳液はアヌアです。今日はノーファンデで浮きたいのでここで日焼け止めを塗ります。ありですね。とりあえず今日私が今からやらないといけないことはまず部屋の掃除。マジでさ、なんかあんまりそのなんか忙しいですねっていうアピール好きじゃないし、あのしたくないんですけど、マジで最近忙しくてで、まあ、その忙しい日々に伴い本当に人間らしい生活をあまりしていなくて、家にいる時間もほんまに少なすぎて、だからもうそれこそ本当ね、あの動画を撮る時間がなかったという、あのはい、もう言い訳だと思ってください。言い訳です。なので今日はもう絶対にスーパーへ行き、ちょっと作り置きもねしたいんですよ。ご飯も外食もすっごい最近多いし、飲みに行くことがまあ一番多かったから、ほんまにあのまた太るし、ちょっとちゃんと作り置きできるものを今から買いに行こうと思うんですけど、ものすごいあの火が出てます。ほんまに台風来るんかっていうぐらい嵐の前の静けさですねこれが。とりあえず今から部屋の掃除してスーパー行く。もうお昼過ぎててだいぶ大幅に予定は終わってるけど、よし、とりあえず部屋のまあ一旦掃除やらできたので買い物に行ってまいります。ないやんか、もう使ったっけコチュジャン全部。コチュジャン手羽中の唐揚げ作っていきます。ここビニールに食材ぶち込んで調味料入れるだけやからね。ただ今日はコチュジャンがないのでちょっと豆板醤を代わりにちょっとだけ入れようかなと思います。ケチャップちょっと気持ち多めに入れといて、いやーでも豆板醤ちょっと辛いよな。ニンニクもみもみで、これで10分ぐらい冷蔵庫置いてもうあとは焼くだけって感じ。
あのサイゼリアの辛味チキンみたいな感じ。手羽中レシピとか入れたらインスタで出てきます。作り置き系やっていきたいなと思います。まずね、切る。この包丁がね、もうね、研ぎが甘いのよ。ごま油ないねんけど、なんか買い忘れてんなって思った。ごま油やんか。しまった。ちょっと味が物足りんかったらなんか足します。でもこれレンジ。なんかあの男子高校生でもおるんかっていうぐらい、あの結構がっつりメニューを作ってしまいましたね。いただきます。切るのかどうかも怪しい。あ、切ってるわ。え、最初から切ってるわ。マジでイチジク自体をほとんどと言っていいほど食べたことがない。中身まで切ってそうやねんけど、私いけてるから。リンゴの皮むくのとか私めっちゃ下手やねんけど、ジャム作るのも初めてないけど。急な丁寧な暮らしでも私ジャム好きやねん。してた。あ、そうなん。うん、してた。知らんってな。知らんってな。食べたとこ見たことないの。ジャム、うん、ホテルとか行ったって結構、あ、ホテルの話不安か、こちら。うん、不安な。朝食付きなんてあったっけ。家にジャムあんの。じゃあ、え、ない。ないかない。嘘つきです、この人。あ、ごめんなさい、すいません、やめてください。好きやのに家にないから、それ好きじゃないですよ。あの、もらったら嬉しい、ジャム。じゃあもらうと嬉しい。嬉しいけど、自分では買うようない。いやいやじゃあね、あの、これ、じゃあ一個言い訳すると、うん、ジャム買うと、パン食べたくなるんだよな。はいはいはい、はい、そうそう、だから、ね、良くないでしょ。パン、食べ過ぎちゃうもんな。そう、いや、やめてんねんとか、えらい。確かに、ヨーグルトとかやから。あー、それか、あかんわ。
まあ、ウーロネでジャムを買わないことの理由にならなかった、ね、パンだけじゃないパンじゃ、パンだけじゃなかった。そうや、ヨーグルトという手もある、うん、ヨーグルトは食べた方がいいしな、うん、しまった、今カウンター、カウンター終了ほんでこの最後のやつめっちゃ身持ってってしまったちっちゃくなった